他のゲームまで持ってきたよ。大丈夫かな。大乱闘なんとかブラザーズに怒られないかな。マリオメーカーってマリオを作るもんでしょ。壊れを作ってる。本来のゲームじゃなくなってきてるはい、それじゃあ本編入っていこう。どうも、スマキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、テンスクリーンスオブグロリアストロールスということで、10個の画面の美しいトロールコースということでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.41% で、10個の画面ってことはさ、10個同じ画面があって、その画面全部罠が違うっていうコースなんじゃないかな。そんでゴール条件があったんだよな。コインを1枚以上取ってからゴールか。ゴール条件があるってことは中間ポイントがないっていうことだと思うんだけど、これはもう引っかかったのかい。何を出してくる。開幕バブルで、今さ、やられた時にバツ印がついちゃったの分かるかな。それすげえ気になるからダウンロードしてやり直してるね。じゃあここから右出して砲台かわしていく。毒でまーん。先を読め。慢心するな。しっかりと先を読んだ行動をすればそんなに難しくないぞ、このコース。ボブ兵を右にやる。そしてあのブロックを壊す。そうだろ、もう分かったもんね。ここは右にジャンプすれば先に進める。そういうことだ。そして今てんちゃんが暴れてますけど、音が入ってたら申し訳ない。さあ、ここのカロンの甲羅は怪しすぎる。一旦取らないでおこう。上も怪しいな。ダブル梅干しですわー。彼の甲羅取ってみる取らないなら取らないで、すげえ気になるんだよな。この四角の枠の中、隠しブロックがあると思うけど、なかったら俺の勝ちだー。はっ、ないやったやったまさか勝てるなんて、負けー。ここに来るまで全部の罠に引っかかってんじゃない。そういうのいらないってもういつも思うけど。じゃあここはちゃんと渡れるのかい。足場がちゃんとあるのかい。オッケーオッケー、足場があるんだね。そしてオンを押すんだってことか。ここも足場があるんだね。じゃあここのピースイッチンジャンオロース食べたくない。すいません、配信者あるまじき嘘をついてしまいました。僕ピーマンが苦手なんでチンジャンオロース食べれません子供かシャソー。この P スイッチで世界中誰もがシーソーゲームしたことは分かってんだ。さあ次も同じ場面なんだろ。さあ同じ画面じゃないね。さっきと違うんで、この靴履いていいのかい。誰もいないようだ。じゃあ履いてみようか。何者だー。制作者よ、僕はこのコースでまだ罠に引っかかってないところを教えてほしい。全部不明じゃないの、本当にさこの音符はなんだ、すごく怪しいな。右に行っても音が分からない。いや本気で今日一旦踏んでみようか。曲線帝国。じゃあここはブロックを踏んだ瞬間すぐ逃げる。これであ先に進めるってことか。そしてここは左と右どっちだい。完全に2分の1だ。このハテナブロックを叩いてみるか。どでかバーブルいやごめんねどでかバーブルで笑ってるやつだってこの世の僕誰だろうな、きっと。あ、上でボブ兵が出てこっちから行けっていうことなんじゃない。なんだこのコインは意味ありげだな。一旦取らないでおこうっていうか取れなかった。さあ次はじゃあここは左に逃げる。これでいいんだろ上に逃げれないかな。頼むバル、上に逃げさせて。バレフューチャリング無機物。すぐ右すぐ右すぐあの枠の中に入ろうけ。意外と難しいのよ、この枠に綺麗に入るのがさ。オッケーオッケーこれ大丈夫、上行けんのかな。あー、オッケーオッケー、隠しブロックがあるってことね。そして左にはハテナブロックとクッパクラウン。ハテナブロック叩いてみようか。多分魚かなんか出てくるんじゃないから、すぐ右に逃げる。おいおい待て待て、逮捕だよ。止まれ止まらんかバレー。なかなか巧妙な罠を仕掛けてきてくれるね。じゃあ最初からこのクッパクラウンに乗って先に進めばよかったのか。残り1個ボケーン。そして先やってんな。やったらいけないことをやってんな。もしかしてここ通り抜けれるバグを発見しました。任天堂さん、絶対に報告しよう後で。じゃあここでバネを出して右のブラパンを倒してくれ。お願いバネ、あなたならいける。何やってんの、俺乗ったらダメだよ。やめろ撃つな。まさかね、このコースでバグが来るなんて思わなかった。誰が想像するのよ、このブロックをすり抜けるなんてさ。後で任天堂さんに報告しときたいと思いません。じゃあここはおおじガセテンションが上がってきたよ。バグ大好きトロールコースプレイヤー壊れキングとしてこんなに嬉しいことはないね。誰が僕の可愛らしいアイコンからこんな壊れるやつが実況してると思っただろうか。いいな、それこそ萌えギャップだその萌えギャップ絶対にいらねえと思うそうで最近さめちゃめちゃよく聞くんだけど、僕の動画見てたら親とか嫁さんに怒られるみたいなそりゃそうだ、自分がいかに教育に悪い動画を見てるか早く気づいた方がいいよ。まあでも人の趣味あんまり言わないでほしいっていう気持ちもあると思うけど、ここは右ゴールがあるじゃねえか。でも素直にゴールさせてくれない。分かってんだ、そんなことは。だがしかしギリギリまで近づいてってみようか。でここに隠しブロックがあるみたいな。ないよ。えマジでないのってことはさ、このコインを取ってここからジャンプすればゴールできるんじゃない？どうだこの音楽はやべえ絶対いけない。この音楽はさなんか気になるよな。一旦このコインを取ってここからジャンプしてゴールできないか試して。コインが取れないじゃねえか。なんだてめえ、これは卑怯じゃない？絶対取っちゃうよな。ここに隠すブロックがないって分かったら、じゃあ左行く。もう左しかないもんな。じゃねえんだよ。中間ポイントがないからこっちはもう先行き不安なんだよ。このリンクを取れってことかい？これはもう踏まして、頼む、そんなにはしゃぐなって。ジャンプして踏めないかな。この腕当たる？あ、腕当たらないんだね。じゃギリギリまで右に行って踏もうか。頼む、踏まして。ナイスパンチ。さっきも言ったけど、怒られながらでも見てくれる方本当にありがとうねマジでそう思うわ。さあここのブンブン倒していこうか。なんかブンブンの裏隠しブロックとかあるんじゃない？だから弓矢で意外と時間かかんなこれ。あー、どっか行った。そしてこのハテナすげえ気になる。一旦叩いてみる。あ、リンクなんだ。このリンクはどういう意味だろうな。これも先行けるんじゃない？オッケー。全然引っかからなかったなここ。さあこのドアに入っていけたね。さあそろそろゴールがあってもいい頃だと思うんだけど、ゴールはないようだ。じゃあ一旦このハテナブロックを叩いてみようか。どうなる？そしてこのリンク、あ、ゴール見えたら右下ある。そしてこのリンクを取っていけっていうことね。どいてみよーキモ。じゃあここのハテナブロックを叩くなってことかな。なんで一旦このまま右に行けばここでゴールをさせてくれる。そうだろ、ボム兵爆発してノーチャッカマン。わからない、ここの生き方がまだよくわからない。みんな教えてくれ。バグトロールコースプレイヤーの職人 ID も教えてくれ。じゃあジャンプした瞬間に降りてそのまま右ダッシュする。これでいいんじゃない？いい加減にしろよ。絶対に報告するからな。このコースクリアした瞬間報告するから覚悟しとけよ。 ID でも何でも削除されてしまう。落ち着こうじゃないかピアキング。これでもう管理ができるんだ。そんなに怒んなくったっていいじゃんか。じゃあここはハテナブロックを叩いて下に降りた瞬間左足引っ張する。それでゴールができるんだ。頼む。やったーいや最後のあそこ捕まったのはめちゃめちゃ気持ちいいわ。まあ、さっきは報告するとか言ってましたけど、こんな貴重なバグトロール職人を突き出すなんて絶対にできません。ネタがなくなっちゃうもんどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース SDGs スピードラン40セックって書いてるんだけど、説明文に1つのパンをリサイクルするスピランですって書いてるんだよね。ってことはよ、1つのパンで敵を蹴散らしながら進むっていうスピランなんじゃないかな。これどんな感じなんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.75% でゴール条件があったから、おそらくパンブロックを持ったままゴール。あ、やっぱりね。いやこのパンブロックを持ったまま突っ走るだけだったらめちゃめちゃ簡単なんだけど、いやどんなんなんだろう。本当に気になってしょうがないんだよ。じゃあパワーブロックを手に入れました。ここで投げていく。あのブランコに引っ掛けろっていう感じなんかな。いや多分そうだと思うんだよね。そしてここもなんかパワーブロックを上に投げろみたいなマークがあるからさ。でここで投げたら、いやーなるほどね、どんどんパワーをブランコに引っ掛けながら進んでいけっていうコースか。いやよく考えたねこのコース。パワーブロックをねずっとリサイクルするコースなんて見たことないな。じゃあここはしっかりと投げていく。バッサバーン。最初のパワーブロック引っ掛けるのがめっちゃ難しいんだよな。ちょっと左側に投げてみる。オーケーオーケー、左側だったら引っ掛けることができたね。そしてパワーブロックを回収できるっていうわけか。で今上に投げて、今パワーブロック発動した音聞こえたけど、パワーブロックいねえじゃねえかいやパワーブロックいないで合ってるかもしんない。後でまたパワーブロックを回収するみたいな。いや絶対違うよな。ここパワーブロックいるって書いてるもん。邪魔すんな唇植物。これね、パワーブロックを投げる位置がめちゃめちゃ繊細。ちょっとでもずれるとパワーブロック回収できなくなっちゃうんだよな。で今パワーブロックが発動した音が聞こえなかった。これで回収。おしよしよし。そして次は、はいどうもこんにちは。でここはジャンプをしないでコインの通りに進んでいく。で投げるからの投げる。ナイス。そしてここは上に投げろってことか。そしてすげえナイスキャッチ。マジでよく設計されてんな。でここを投げるキャラので次も投げるが来るんじゃないの。投げる。いやここ滑んなきゃいけなかったかな。なんだ隠しブロック、また俺を邪魔するのか。いないいないばー。個人的にねここめちゃめちゃ好きやわ。上に投げるでしょ。でマリーがちゃんとこのパワーブロックを回収するっていうのなんかね決まったらすごい気持ちいいんだよな。でここがまだよく分かってないんだけど、投げる。そしてここで下をシップすればいいのか。オッケーオッケー。でパワーブロック回収してるね。でなんか今左にそう鍵扉あったんだけど、あっちは何なんだろうな。でこれでゴールっていう感じか。いやめちゃめちゃ面白いけど、さっきのさ鍵扉気になるからあっち入ってっていい。どうする制作者の隠しルートだったら。そうだったら僕もあれだね、ズル系実況者の仲間にいけねえじゃねえか。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ一発ネタ無数に屈する危険な階段 EX かっこキラー砲弾ということで、説明文にある実況者さんが遊んでくれた無数に屈する危険な階段、これの EX バージョンを作ってみました。ゴールの仕方が特殊、タイムギリギリぜひ遊んでみてくださいって書いてるんだけど、めちゃめちゃクリア率が低いのよ。でも僕にはそんなの関係ない。どんなクリア率でもクリアしてみせるさ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.19% っていつも言ってるけど強がりだからねクリアできないでボツになった動画たくさんあるからね。さあキラーを18体以上倒してゴール。まあ普通に踏んでってみようか。まあ時間が10秒しかないってことは多分間に合わないとは思うんだけど、これで17体か。なんか意外といけそうな気するな。もうちょっと早く踏んでみようか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 からのバーンもうちょっと上に行こうか。それだったら右の子たち全然届くでしょ。ここで12体を踏んで、ここで5体を踏んですぐ下に行く。ゴールの仕方が特殊って書いてたから、普通に左側で12体だったっけ、12体を踏むだけだったら多分間に合わないと思うんだよな。そんで右の5体を踏んですぐ下に行く。いや絶対無理はこんなやり方じゃないね。じゃあ先に右の5体踏んでいくなんだそのやり方どうも日本語不自由系 YouTuber でーす。よしちゃんとしよう。右の5体を先に踏みに行く。そんで左の子たちを後で倒してみようか。それでいけるんじゃない。あこれヒップドロップした方がいい、もしかして。あはい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 、なるほど。こりゃ顔が見えたぞ。もう分かったもんね。先に右の5体綺麗な整列。多分ねもうみんなも分かったと思う。先に右の5体を踏んで残りの子たちをヒップドロップして早く下に降りればゴールができるんだ。何回も言うけど僕ふざけてないからな。真面目にやってるからな。これでも言葉は一個一個ふざけてるように聞こえてるかもしんないけど、さあここで出せ出せ出さんかー。これ最後の1体マジむずけえわ。出すタイミングが全然わかんなくってさ、18体目がここまでは全然いいんだよな。でどこで出すか。出せやったーいやこれ面白いね。階段上に砲台が設置されてる一発マリオって結構見るんだけど、これはちゃんと攻略法もあって、そして時間もギリギリに設定できてるっていう素晴らしいコースでした。そんで見てみてみんな、今回も最速取れたばい。やっぱ最速取ったら嬉しいね。ということで高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。